ドン始まりました。桜井とアドモールストラベルということで、現在埼玉県大宮駅に来ております。ということでですね、本日撮影日が1月3日ということで、東北新幹線でですね、臨時便が、急遽運転されております。白鷹と早手号ですねが、グリーン車グランクラスを除く、普通車が、全席自由席での運転となっております。ということで、その列車がですね、23時8分かな、10分ぐらいに、大宮駅に来るそうなので、あと30分ほどですね、待っていきたいと思います。で、ちょっと情報によりますと、列車混雑、今日がね、Uターンラッシュのピークということもあって、列車大混雑をしております。なので、東北新幹線、北陸新幹線、上越新幹線ともにですね、だいたい10分ほどの遅れが全列車ありますので、ちょっとね、到着時間もまだわからないですけど、ちょっとね、待っていきたいなと思います。ということで、奥の方からやってまいりました、はやぶさ小町号の東京行きの列車です。66号ですね。多分この66って番号は多分この臨時便だと思います。おー、すごい乗車率、すごい、ほぼ 100% ですね。はやぶさ号の乗車率はほぼ 100% となっております。一応僕が調べた限りだと、輝き518号ですねの列車のすぐ後を追うという形を今回通るみたいなので、ちょっとどうなるか本当にマジで分かってないですけど、まあ、ちょっと列車の順序入れ替えとかもあると思うんですけど、まあ、ちょっとしばらくね、待っていきたいと思います。はい、ということで14番線ホーム移動してまいりました。奥の方から見えてまいりました、はやて546号東京行きの列車です。この列車は新函館北斗を出発し、北海道新幹線、東北新幹線を南下してきた列車となります。ということで、この早手号終点東京まで乗車していきましょう。いやー、関東平野とかね、関東の方で早手号って見るのはなんかすごい新鮮な気分ですよね、久しぶりすぎて。ということで、早手546号東京行きの列車到着いたしました。結構ガラガラですね、意外、もっとパンパンに乗ってるものだと思いました。ということで、こちらの列車終点東京まで乗りましょう。もうすぐ出発します。もう定刻です。それでは乗ります。あったけー。ご乗車の電車は早手546号東京行きです。大宮出ますと上野終点東京に停車いたします。自由席は1号車から8号車です。信号が変わり次第発車をいたします。ご利用のお客様、ご乗車のままお待ちください。大宮出ますと次は上野に停まります。列車は大宮駅を出発。次の、ね、停車駅とかを案内する案内モニターには、はやて546号東京駅ですと英語表示と日本語表示がされておりました。本編、なぜこのようなね、臨時のはやて546号が運行されているかという理由なんですけど、この撮影日の前日ですね、1月の2日に羽田空港で日本航空の機体と海上保安庁の保有する機体が衝突事故が発生して、現在羽田空港の C 滑走路が使用できない状態になっていたからです。で、そのね、時の様子っていうのがちょっと映像ありますので、ちょっとそちらの映像をご覧ください。はい、ということで、ちょっとね、今緊急でカメラを回しているんですが、現在羽田空港の第2ターミナルの展望デッキに来ております。ということで、奥の方をご覧ください。先ほど1時間前ほどですね、この羽田空港に着陸をした新千歳空港発羽田空港行きの便ですね、機体の半分ぐらいでしょうか、焼け焦げてるかなって感じがします。先ほどまでは結構後ろ側が炎焼しているという写真は結構ツイッターとかね、他の各種メディアとかでも上がってましたが、こんな感じで現在は激しく燃えております。結構機体の後ろの方とかがもう真っ黒焦げてしまってて、結構屋根も多分もう落ちてしまってるのかなって感じがしますね。激しい炎がね、見えます。これ手前にいるのが消防車で、消防士の方も確認できますね。この着陸失敗というかね、事故の状況に関しましては、海上保安庁の海保かな、海保の機体とぶつかったという情報が入っております。
でもそれに関してはちょっとまだ分かってなくて、まずこの当該機ですね、新千歳空港発の JAL516 便だったかなの便のチェックでこの、ね、をまず確認しております。開放の機体はですね、向こう側の方に入っておりまして、向こう側の方で今止まっているという感じになると思います。いやすごいですね、もう言葉にならないです本当に。その自分がね、生まれてからこういう飛行機事故は何回かありましたけど、こんな初めてこんな飛行機が炎上するのを見て、これ今回燃えている機体がですね、A350 というエアバスのね350という JAL の中ではかなり新しい機体になります。いやー、改めて、いや飛行機だなーって感じですよね。なんかそれ以上コメントもないですよね。でも今懸命の消火活動が続けられております。そして、各、ね、メディア、テレビ局とか、ツイッターとかね、そういった SNS とかでも出そうですけど、乗客の方400人弱ですか、乗ってた、乗客の方たちは全員避難されたということが報道されております。でさっきね、その方々のうちの一人がね、ツイッターに画像を公開されておりまして、ここら辺で画像を公開されているっていうのがありました。写真撮って無事ですっていう情報が上がってましたね。ちょうどここら辺に避難をされたというような感じになっております。各ね SNS とかをね見ていただけたら分かるかなと思うんですけど、向こう側のですね、ちょうど着陸付近ですねで、火災が発生し、飛行機がぶつかりました。そのままこのまま火のまんまですね、火が発生し火災になったまんま、ここを横断横切りまして、あそこで停止をしたということになります。まあ大体速度にして300キロ弱ぐらいで出てますから、やっぱり停車するまで時間がかかるっていうか、距離が必要っていうのが分かりますね。もうひどく焦げちゃってますね。ここからツルマークの尾翼を確認することはできませんが、はっきりと燃えているのが確認できます。というような感じでですね、羽田空港でこのような事故がありました。 JAL516 便新千歳発羽田行きのエアバス350が炎上した事故なんですけど、いや本当にこれ今ね、日本のメディアとかね、 SNS とかでは結構早く機内から外に出してくれみたいなね、こう避難誘導のね、なんかパニックというか、この戦慄的な瞬間っていうのがすごい報道されているんですけど、本当にね、海外のメディアの方が本当にこれだけの人数を素早く本当に脱出させたっていうところ、この日本航空の乗組員の方たちですね、パイロットとか CA たちの方たちの本当の日々の訓練あってこその負傷者っていうか、死者が、ね、出なかったっていうのはすごいなっていうことについてね、海外のメディアが称賛されてましたけど、本当にそこの方に触れるべきですよね。本当はこうパニクるっていうのはもちろんそうだと思うんですけど、なんだろうな、やっぱりそういう日々の訓練をねしてくださってるからこそ、僕たちが飛行機により安心してね、搭乗することがね、できるんだなっていうのを感じましたね。ということで、ちょっとね、この新幹線、臨時の新幹線ということで、こんな感じで、トランベル、JR 東日本の雑誌が、一部席には入ってなかったんですよね。多分、本当に緊急で、新函館北とか、この新青森とか仙台のね、車両基地にあったものをすぐ使ったと思うんで、だからちょっとね、車両の方にね、全部装備が完璧じゃなかったのかなと思います。だけどね、使用さ車両がすごい、製造が新しめの車両だったんで、全席コンセントがついてたりとか、もちろん東日本 Wi-Fi が飛んでいるなど、こう、普通のね、EO 系のね、装備は普通に使えたので、ああ、やっぱすごいなーって。やっぱこれが世界に誇る高速鉄道なんだなって改めて思いました。羽田空港での炎上事故後ですね、ダイバートと呼ばれる行き先変更を行った飛行機が数多くあります。関東にあります茨城空港や成田空港、それ以外にも中部地方のセントレアとか伊丹、関空へダイバートした機体もあるようです。で、茨城空港の場合は関東鉄道さんだったかなのバスが、ダイソーというかね、貸し切りで、運転されまして、石岡駅まで、でそれ以外も東海道新幹線でグリーン車以外全車自由席での新幹線の運行であったり、今回ね僕が乗車するハヤテ546号であったりだとか、あとは白鷹号ですね、能登の方、金沢の方からやってくる新幹線、
それ以外にも JR 北海道も臨時の特急列車を出したりなど、全国各地でね、鉄道会社、バス会社がね、こう協力をいたしまして、ダイバートだったりだとか、欠航になってしまったお客さんの輸送っていうのを行っております。いや本当に日本の交通機関がね、全てこう助け合って、こういう風にお客さんを運ぶっていうのは本当にいいなと思いましたね。やっぱり日本は、ね、鉄道がすごい栄えているので、飛行機が欠航になってもどうにかして鉄道で迂回することができるっていうのもまた強みだなって思いましたね。羽田空港も24時間空港ですけど、例えば、大阪の伊丹であったりだとか、千葉のね、成田空港とかは24時間空港ではないので、24時間着陸ができないということで、こう、ちょっとね、汎用性というかね、利便性がね、こういった緊急時はね、ちょっと下がっちゃう部分とかもね、あるので、またね、そこも難しい点だなと思いました。本当、成田にね、着陸した機体も数多くあったので、夜遅くまでね、飛んでた機体とかに関しては、着陸して最後の列車間に合うようにっていうことで、京成線の臨時列車が運転されたりだとか、この撮影日もですね、1月の3日も夜遅くまで羽田空港を離発着する便があったので、東京モノレールでですね、最後の空港快速が運休して同時刻を運転する普通列車として運転をしたというような感じで、本当にいろんなね、措置が取られてて、ああ、やっぱ日本の交通機関ってすごいんだなって思って、本当日本の交通機関やっぱり好きだなってね、思いましたね。今回、羽田空港を発着する便がですね、1月3日、4日ともに約100便ほどが欠航しておりますが、この半数ぐらいの便がどうやら新千歳空港らしいんですよね。今日新千歳空港を発着する便っていうのが、1月3日、4日ともに50便ぐらいが欠航しているみたいで、なので、このような感じで鉄路でね、帰ってこられる道が用意されたものだと思われます。で、さらに昨日ちょっと夜遅くまでね、起きてたので、こうちょっとフライトね、レーダー24見ながら、あ、この飛行機こうなんだみたいに見てたらね、昨日0時ぐらいまでこのフライトしてて、0時に新千歳空港を発車して2時に羽田空港に到着する便がね、設定されてたりとか、ほんと夜遅くまでね、航空関係者の方々がね、飛行機を飛ばしてくださる姿見て、ああすごいなって思いましたね。やっぱこういう事態だからこそ、本当に少しでもね、お客さんを多く運ぼうと、目的地へ運ぼうとしている姿にね、やっぱりこう自分もね、いいなっていうか、こう助けられたなって感じがしますよね。本当にね、夏の旅行もそうですけど、こう人の助けあってこそね、移動できるものだなってね、改めてこういう時にね、実感しますよね。ということで、列車は埼玉県を離れ、東京都へと入っていきます。いやーね、乗車人員っていうのは結構ガラガラで、まあ大体どの号車も2割ぐらいお客さんがね、乗ってるかなって感じで、他のね、列車は乗車率 100% とかが当たり前だったので、この早手号乗車率はね、低かったんですけど、それでもやっぱ乗ってる方もね、いらっしゃって、やっぱこの方たちはね、結構北海道とか東北の方から来られた方もね、いらっしゃるのかなってね、思いますね。もちろんこれが飛行機の振り替えで来られた方もいるでしょうし、こうちょっとね、はやぶさ号の指定席取れなくて、やまびこ号の自由席にしようと思ったけど、はやねが来たから乗ったかな、乗ったって方もね、いらっしゃるのかなって思います。まもなく上野です。山手線、京浜東北線、常磐線、地下鉄銀座線、地下鉄日比谷線、京成線は振り替えです。大井のお客様はお忘れ物のないようお支度ください。上野の次は終点東京です。大宮から東京間で車内放送、自動放送ですね、何回か流れましたが、そこの全部の放送で、はやて500何号という案内はありませんでした。ちょっとこれは設定ができないのか、それとも設定をしてないだけなのかはちょっとわからないんですけど、まあなかったです。1月3日のね、この早手号に関しましては、他の東北新幹線、上越新幹線、北陸新幹線の列車、約5分から10分ほどの遅れが全列車あった関係で、結構東京駅詰まりっていうのが起きてしまってたんですよね。なので上野駅にもなかなか入れないというような状況でした。
なく終点東京です。意外とすんなり東京駅入りましたね。いや驚いた。基本的に肉声放送で、このハヤテ546号っていうような形でしたね。それ以外は基本的には、何号というような言い方はしないんで、自動放送でハヤテ号っていう放送はありませんでした。まあそれはちょっと僕が大宮から乗ったからかもしれないのでちょっと分かんないんですけど、とりあえず大宮上野の、ね、両駅では自動放送は基本的にその到着前のあのハヤブサだろうとハヤ、輝きだろうと何だろうと同じっていうものが使われてましたね。多分面一本前の輝き号かなあれですね多分。はい、ということで到着いたしました東京です。いやーすごかったですね。ハヤテって自動放送でこそは聞かなかったですけどね、自動放送で聞かなかっただけであって、それ以外のところではね、肉声放送では何度もハヤテと言っておりました。お、ライト変わりましたね。ということでここまで、北の大地からやってまいりました U33 編成での運転となった、ハヤテ546号は折り返し回送列車となるみたいです。今日はもしかしたらここで、停車かもしれませんね。ちょっと臨時運転なんでもしかしたら車庫に引き上げるかどうか分かんないんですけど、いやーすごかった。はい、ということで以上爆誕したハヤテ546号東京行きのご紹介でした。ということでこの動画はここまで。ご視聴いただきましてありがとうございました。